結局一番頑張ったのは君だし。ううん、私がこの曲を作れたのはみんなが私にたくさん影響を与えてくれたから。あの日は太陽がキラキラ輝いて、その光の中を桜の花びらがひらひら舞ってて、みんながニコニコ笑ってて、本当に夢みたいな一日だったな。なんかみんなと話してたら、あの時の思い出だけじゃなくって楽しかった気持ちまで蘇ってきちゃった。お花見の時の話は絶対代表の言葉に入れなきゃだよね。今この瞬間、私みんなと一緒にここにいる。みんなの気持ちちゃんと伝わってる。私はポピパが